豊田市役所ではパリオリンピックに出場するカヌーの羽田卓也選手やバレーボールの山田二千華選手など地元ゆかりの選手を応援しようとパネルや競技映像が見られるコーナーを今日から設置しています。市民は早速応援メッセージを記入していました。日本頑張れって書きました。バレー頑張れって書きました。選手に金メダルを取ってほしい。選手にこの思いが届いてくれればいいと思います。豊田市役所の応援コーナーは来月11日まで設置されていて、期間中は応援グッズも配布されるということです。